フェリシアン・ロップスは、ベルギーの画家、エッチングやアクアチント技法の版画家。ロップスは、ナミュールに生まれ、ブリュッセル大学で学んだ。ロップスは油絵よりもスケッチが得意で、最初ギガイとして、名声を得た。1864年、晩年のシャルル・ボードレールと出会い、ロップスは、一生忘れることのできないほど強烈な印象を受けた。ロップスは、ボードレールの、漂着物の口絵を描いた。 この本はフランスの検閲で削除された悪の花の詩を集めたもので当然ながらベルギーで出版された。ボードレール、並びにボードレールが表現した芸術と関わることでロップスはテオフィル・ゴーティエ、アルフレッド・ド・ミュッセ、ステファヌ・マラルメ、ジュール・アメ・デ・パルベードルビ、ジョゼファン・ペラダンといった作家たちからの賞賛を得た。ロップスは象徴主義、 デカダン派の文学運動と関係を持ち、そうした作家たちの詩集にイラストを描いた。詩の内容同様に、ロップスの作品も、セックス、詩、悪魔のイメージが混在する傾向が強かった。1892年、ロップスの視力は衰え始めた。しかし、死ぬまで文学との関わりは持ち続けた。ロップスは、フリーメイソンで、ベルギー大表者のメンバーだった。 ありがとうございます。